はい、ここは新大阪の駅前です。はい、新大阪のガード下くぐります。新大阪のガード下通過後はこのまままっすぐ新御堂筋を走っていきたいと思います。ワゴン R 君、新御堂筋はこのように片側3車線です。3車線の道をちょっと遠慮気味に左を走りたいと思います。新御堂筋最高速度60キロ、法定速度が規定されています。規定っていう言葉が合ってるかは分かりません。はい、改めましておはにちわんばんこ、本舗田中坊です。今から御堂筋のイルミネーションが光ってるはずなので、御堂筋のイルミネーションをちょっと撮影に行きたいと思います。この撮影の器具は iPhone 13、僕の持ってる最高峰のカメラ機能です。この iPhone 13でちょっと夜景機能がだいぶ優れているので、この iPhone 13を使って今年度は御堂筋イルミネーション見に行きたいと思っています。ではこのままずっと撮影していきたいと思います。あら、改めましておはにちわんばんこ、本舗田中坊です。ちょっと挨拶したかももうわからんくなりました。この辺からは今ちょうど淀川を渡っています。ちょっとボンボンと跳ねているので動画上揺れているかもしれません。もしかしたらこの iPhone 13は補正機能がついているんで、動画再生した時にはこの揺れはうまいこと消えているか、ちょっと酔うような映像になっているかは定かじゃありません。はい、今淀川の方を渡り、大阪、この辺はまだ茶屋町あたりになるんですが、どんどん梅田に近づいていっていくところです。はい、ここはこの先ずっと行くとジェットコースターみたいなところがあります。ちょっとここ左に寄っておきたいと思います。はい、左に寄らせていただきました。ここは左の方に行くと大阪駅とか天神橋6丁目、この真ん中の車線は難波、御堂筋、右の方は南森町の方にこう複雑にこうグイーンってグイーンってなります。はい、その構図がちょうど今上の看板に上がっています。ここら辺はこんな感じでグイ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 ってなります。さあ、ほんまに一応情報がもうイルミネーションやってるよって聞いただけなんで、ほんまにやってるかどうかちょっと分かっていないんですが、ちょっと見に行きたいと思います。今日は本舗中さんと角ちゃんと田中坊3人でちょっとお出かけしてきたんですが、ただいまは田中坊一人ぼっちになっています。はい、ここ右手には梅田の方最高峰の超高層マンションが今建設、もうほとんど建屋の方は建っています。はい、こちらの方今左にウィンカー出して、このジェットコースターみたいな道をグイーンと上がって降りていくと御堂筋になっていきます。どんな風景が見えるか楽しみです。はい、ここは今のがヒルクライムで、次ここダウンヒルになります。角ちゃんのあれ何やったっけ、あれ、おお、ちょっともう見えてきました。ちょっと見えてきました。今角ちゃんと一緒に沖縄に行く、何やったっけ、もう忘れるわすぐに。はい、御堂筋に入ってきました。
まあ、信号待ちになります。何やったかな、つのちゃん弱虫、つのちゃんチャンネルジャパンの YouTube の方で今つのちゃんが、沖縄、もうすぐ忘れる、トライアスロンじゃなくって一周すること、結局なんたらかんたらは沖縄を一周することでした。あの自転車でガーって一周するっていう、その自転車でガーなんていうんで説明できてないんですけども、何やったっけ、すんません、思い出せないです。ちょっと思い出し次第喋りたいと思うんですが、そのつのちゃんと一緒に自転車、あのなっかさんと一緒にいろいろつのちゃんのその沖縄に行く、沖縄に向けて練習しているんですが、あ、ツールドワールド、あ、ちゃうわ、ツールドジャパン、あ、ちゃうわ、ツールド沖縄、あ、お、間違いないです、ツールド沖縄、ツールド沖縄に向けて、おお、ここ左の方も今まだっていうか、ここは大阪の何なんやろ、博物館みたいになってるんですが、ここでもイルミネーションがもう抜群に綺麗です。はい、あ、ちょっと今御堂筋の方に入ってきました。ちょっと今からはイルミネーションについて、あの田中坊の何にも知識のない解説をしたいんですが、ちょっと暗いかな、暗い気がします。ちょっとあとこの御堂筋の見どころは、信号がそのずーっと綺麗にあわわ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 ってなって、赤になるときは赤赤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 ってなります。横山ノックさんみたいに、あの、あ、ほら、この感じです。今黄色になって、黄色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 、赤赤赤赤赤って奥の方まで、あ、ここめっちゃ綺麗。はい、ここら辺綺麗です。ちょうど信号待ちになります。そう、あのつのちゃんのあのツールド沖縄、ツールドっていう言葉自体が一周するっていうことを、ちょっと田中もほんまにあんまりそういう言葉知らなかって、いろいろ教えてもらいながら今あのつのちゃんのトレーニングとかに一緒に同行させてもらって、そのちゃんの頑張ってる姿とかを動画に映したりとか、あのほんまにいろいろこんなんがサポートになってるかわからないんですけど、応援しています、あのなっかさんと一緒に。ほんでそんな中で、あの言葉がいろいろ、あのチャリンコ乗る、もうチャリンコなんていう言葉じゃない、あれはクロスバイク、あとはロードバイク、そのロードバイクの方になるんですけども、ロードバイクがほんまにそういうのをいろいろ勉強してる最中に、あの言葉がいろいろ出てくるんですが、この前つのちゃんがもうすごい、あの和束町でごっつい、あの坂、それのあのそのごっつい坂をぐんぐん登っていくことをヒルクライムと言います。ほんでその登り切った後に、先ほどもちょっとあのつのちゃんの動画、あの弱虫つのちゃんチャンネルジャパンの動画を見たんですが、そのご褒美として登り切ったら次はやっぱり下りがあるんで、その下りをガーッと降りていくことを、あのダウンヒル、そのダウンヒルを楽しんでいる動画が上がっていて、よかったなーってなったんやけど、超綺麗です今。綺麗な、ほんま綺麗な、これ綺麗やんな、やば、綺麗。ちょっと今年は暗いですとかなんかさっき言ってたんですが、今最高です。ワゴン R くん、今年も変わらないのはワゴン R くんでこの動画を撮っています。ちょっとあれやな、悲しいことが起きとんかな、ここは嫌やな、多分事故が起きとったと思うんやけど、多分嫌やな、これせっかくこんな綺麗のにな。はい、また御堂筋の方、信号が黄色から赤に変わりました。はい、綺麗に黄色から赤赤赤と、あの順々に赤になっていきました。はい、
そういうあの角ちゃんの、おおかっこいいもう全然なんかこういう風になると、いや僕はもうワゴン R 大好きなんですが、この恥ずかしく御堂筋をワゴン R でこうブイーン来たがちょっと恥ずかしくなるぐらいかっこいい車、左側多分これはもうあの見たままいつもこういうフェラーリかなって勝手に思ってます。多分ちゃうんかもしれんけど、テスタロッサなんかな。なんかあの車のめっちゃかっこいいわ。なんか後ろっ側、あ車のライトで光っとんかな、網網になっとって、なんかあ多分あれ後ろにエンジンついとんや、多分ラジエーターの後あのアロガみたいなのがついとる多分。ってやばいな、俺の持ってるすいません、喉が痛くなるだけでした。はい、まだあの御堂筋イルミネーションこういうなんていうの、イルミネーションの光が続いております。うわ、これはもしかしたら渋滞の予感です。ゆっくりあれかな、イルミネーション見ておられる方らがおられてちょっと渋滞してるような気がします。いやー綺麗な、ほんまにせやけど、そう話がもうほんま飛び飛びになっちゃうんですが、そのつのちゃんの一緒に行って、いろいろ見たりとかしてるんで、それで新しい言葉、まあヒルクライムはなんかわからんけど、あの音楽とかでヒルクライムっていうアーティストの人おられるんでなんか知ってたんですが、ヒルクライムとはああいうなんか上り坂を登っていくみたいなことをヒルクライムって言うんで、あのアーティストの人もこうずっと登り続けていくぞっていうようなこう意気込みがあって、ヒルクライムという名前を付けられたんかもしれんだってふと思いました。あとダウンヒル、なんでか知らんけどダウンヒルっていうのはよく聞くんやな。その角ちゃんのダウンヒルの映像、あの YouTube で見たんですけど、あんまもうちょっとあの爽快、むっちゃ爽快やし、あのちょっと自分がやるとしたら超ほんまこれ怖いなって思いました、あのスピード感でも。もうあのほんま映像で、あの映像で見れたんで、あの自分の見たことのないあの景色でした。あのぜひあのよろしければ、あの角ちゃん弱虫弱虫角ちゃんチャンネルジャパン、ぜひぜひ一回あの動画をチェックしてください。チェケでお願いします。うわぁ綺麗な。あとはそう、今日はちょっと3人でいろいろお出かけしてきたんですが、何かとこちらもあの初めての経験で、いろんな勉強、いろんな勉強してきたつもりです。まあ勉強言うても何やろ、そういろんそういう世界もあんねんなみたいな感じだったんですけど、そうやっぱりいろんなことを感じたり、いろんな世界を見るっていうのは大事やなと思いました。かっこいい CBX です。ああここら辺は御堂筋で、ちょうどもう心斎橋のあたりになるかな、長堀かな、すぐそこには大丸が見えています。これあれかな、突っ込んでいったら、あ、ギリギリワゴン R は行けそうです。はい、信号の方赤になります。はい、このままずっとダラダラ喋ってもなんかこの綺麗なとこをあの動画に収めたいと思っていたんで、ちょっと信号待ちの間止めたいと思います。今ちょうど大丸、右にはオーパーが見えています。終わります。